質問があるんだけど、ワンナップゴルフって、うん、他の YouTube、うん、とはさ、うん、逆のこと言うことが多いじゃない、うんうんうん、わざと逆のこと言ってんのかなと思って。あのね、そういうつもりはないんだけどそもそもね、逆って思ってないかもしれない。あ、そうなの。そう、俺もね、でも言われるの、いろんな方に、うん、それ逆ですよねとか、それこそ今のトール君みたいな質問で、うん、なんで逆をやれって言うのとか言われることあるの。でもそういう質問があるからっていうのもあるし、うん、俺的には、うん、こっちが普通で逆でしょって言う感じあ、なるほどね。そう、だから逆って思ってない、言ってるのは、うん、平井博明のワンナップゴルフ。みんな同じ方向なのよ、向いてんの、うん、理論も手順が間違ってるだけで、逆でも何でもないっていう俺の気持ち。ああ、なるほど。そう、全部同じ方向向いてんだけど、うん、こっから始めなきゃいけないのに、うん、こっから始めるの好きですよねって感じ。あ、この前言ってたあれだ。そう、挑戦権の話。そうそうそう、挑戦権の話。基礎ができないのに応用できないでしょって話。そう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 、だからこっちが逆、こっちが逆って判断しちゃうかもしれないんだよね、うん、でもみんな理論は同じ方向向いてて、うん、同じ手順でやっていけば、うん、すごいスムーズに1から10までいけるんだよね、うん、でも5から始めたら、うん、逆戻りするじゃない。こっちを覚えなきゃいけないってなったら、そこで逆って判断するんだよね。そういうことか。うん、だから逆って思ってない俺は。そうか、そう、逆じゃないんだね。そう、だから俺は常に1から言ってるつもりでずっといるわけよ、うん、それができないと次がないよっていう意味でね、うん、でもなぜか俺よりもお客様の方が先を行ってる方が多い、うん、そう、別にそれが悪いわけじゃなくて、うん、先を行くからうまくいかなくてレッスンに来てくださって俺が1を教えると、うん、なんで当たるのっていうの、そういう方はめちゃくちゃ多い。だって1が一番簡単だから。この間の権利書の動画でクラブ持たないでその動きだけやってみてくれって言ったでしょ、うん、そのクラブ持たないで打たない時にその動きだけやっても難しい動きをやってる方ももちろんいるし、俺が要はベタ足手打ちだよって、うん、どうやったって今日ゴルフ始めた人だってできる動きをやってるわけ。全部、例えば右手だって右手でこうやってれば済むでしょ、うん、俺体重移動しないでくれって言ってるじゃん、うん、そしたらこのままじゃ動かないじゃん、誰だってできるじゃんでしょそうでしょ。でベタ足ができてきたら、うん、右足スパイク立てるだけだよって、うん、スピード関係なくね、うん、したらこれだって誰だってできるじゃん。できるできる。でもさ、じゃあゴルフやったことない人に、うん、左手こう小屈してこうやってやって、うん、こうシャローから入れてって体重移動それしながらってできますかって言ったらできないでしょ多分。できない。ね、だからそれをやろうとしてるってことをまず理解しなきゃいけない。でそれをやりながらボールを打たなきゃいけない。めっちゃくちゃ難しくない？そうだね。そうだから俺は逆と思ってないんだよね。そっか。そう、順番がずれてるっていうか間違えてるような気がしちゃうんだよね、うん、じゃあ一をやらせた時に、うん、すごい当たるようになってなんで当たるんですかになるけど、うん、なんで当たるんですかなんじゃなくて、うん、当たることからやらせるから当たるんだよねそうそう、いやまさにそう。そうでしょ。そうで、それで当たるようになったらやればいいよね。そうそうそうだね。そう、自分のノーマルがあればいいって俺言うじゃない、うん、自分のノーマルは当たんなきゃいけないのよ。ノーマルをやってるよ、でもノーマル当たるか分かんないじゃノーマルじゃないのよ。ノーマルってもう絶対的なポジションになきゃいけないじゃない。だから当たんなきゃダメなんだよね。でもその1でやらせてる当たる打ち方というか練習はそれで1なんだけど8ぐらいまであるんでしょ。全然ある効力というか威力というか、1が1から8までだからずっと1なんだ。そうで最後の2が1が完璧だったら9だから次次1の次9だ。そうそうそう、もう1の次9、10なんでしょ。そう、それぐらいめっちゃくちゃ詰まってんのよ大事なことが。努力がよく言ってくれるけど、それ以上もそれ以下もないのよ。それだけだ。それだけなんだよね。だから俺よく言うのはクラブを動かしてくれと言うでしょ、うんうんうん、クラブヘッドを、うんうん、それがほとんど全てって言っていいぐらい大事なことで、本当冷静に考えればクラブ動いてなくて体だけ動いてても、うん、当たりはしないんだよね。そうだね。ね、だからそれがクラブが本当に走ってちゃんとできてからじゃないとできない理論が多いから、今やってる理論っていうか、あの発信されてる理論って。だからこそクラブが動くことを最初にやっとかないと、どの理論に対してもうまくいく結果っていうのは得られないんだよね。そうだから、それなめっ
ちゃくちゃ俺は簡単だと思うんだよな、1っていうのは。そうだね、だからみんな何で当たるんですかって全員言うんでしょ。そう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 昨日のお客様もそうだし、いや今までやってきたことと違くてこんだけ当たるって言ってくださったけど、うん、今までやってたことがちょっと難しかったかもしれないですねって言ったんだよね。その方すごい理解力って言ったらちょっと失礼があるかもしれないけど、俺が言ったことにすごく理解してくださって、でそれに対して忠実にやってくださる方だったのね。だからその結果が出るのがめっちゃくちゃ早かったのよ。でその方1時間のレッスンだったの。1時間なのに40分ぐらいですげえ球打ち始めちゃったのよ。だからその辺だよね。その方の意気込みとしてはもう別に今のスイング捨ててもいいし、ちゃんとした基礎を知りたくて、でちゃんとしたショットを打てるようになりたい。だから今までやってきたこともそうだけど、新しく良くなるために自分を捨てられる方だったのよ。だからそんだけ早かったんだけど、やっぱり上達する方の共通点ってご自身の意見がしっかりしてて、こうなりたいですってはっきり言う方がやっぱほとんどなんだよね。でもなかなかんって思ったり上達しない方って、俺の意見だよ、自分のスイングが捨てたくない、調子を崩したくない、でもレッスンに行って上手くなりたいっていう方がほとんどだった、今までの経験上。それは、俺からするとほぼ不可能に近いことだから、絶対何か捨てなきゃ新しいもの入ってこないじゃない。例えば競技に出られてる方でレッスン来てね、1週間後2週間後試合があるって言って、いや1週間後2週間後に間に合うわけないわ、自分変えんのに。だからその試合は変な話捨て試合になってもいいから、コースでそれを試すのか100打ってもいいから、でもその競技に照準を合わせたいんだったらレッスン来ない方がいい。自分の今の実力をキープするか、その自分の持ってる理論の中で調子を上げるしかないじゃない。でもその試合に間に合わせたい、変わりたい、それはほぼほぼ不可能よ。よっぽどポイントにはまんないと。ゴルフのスイングだったりレッスンに対しての考え方っていうのが分かってないと、そういう危険な部分もある。魔法使いじゃないから。そうだね、うん、だそういうのもね、ゴルフ理論は怖いよね。だから本当その今までゴルフ場でレッスンさせてもらってて、そういうコースでも何人かはいらっしゃったし、それはそれでやっぱその方の考えだから全然否定もしないけど、でも上手くなるって種類はないと思うんだよね。絶対その自分の今の実力よりも上手くなるためには新しいものを取り入れないと、それか相当な数打ってそれを固めない限りは安定感って出ないじゃない。だからそういうことがやってないんだったら、やっぱり多少自分の犠牲を払ってスイングを変えたり考え方変えないと伸びないよね。お題なんだっけ。逆だ。そう、逆のこと。そう、俺、そう、逆だから逆を言ってるつもりはありません。ないし、こう順序がきっちりしてればどんな理論でも俺は成功すると思うな。一個だけ言っていい？どんなダメな動きって言われてる動きでも故意にやったらまあまあうまくいくから。それは次取ろう。はい、わかりました。では今回はですね、平井逆を言ってた説っていうのがあったんでちょっと取っていきました。私は逆とは思っていないっていうことをお伝えさせていただいたんで、ぜひ順序をですね確かめていただいて練習していただければと思います。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。